3、4年生の部最後の発表者は親友風さん。タイトルは私の進む道です。Our last speaker for the 3rd and 4th year group is 親友風。The title of her speech is My Way. そしてその行動に対して中国では激しいデモを行いました。その事件からもうすぐ半年経ちましたが、日中間の緊張さは解けていません。両政府が対峙しているうちに関係がますます悪くなった一方でしょう。そもそも中国と日本はどうしてそんなに気まずい関係になってしまったんでしょうか。中国と日本は近隣国として昔から何百年前も友好の交流をしていました。でも分かれ道になったきっかけは第二次戦争の日中戦争でした。1937年から1945年、この8年間は日中の中に深い傷を残しました。あれから68年、お互い頑張って友好の関係を続きましたが、再び尖閣問題で壊されてしまいました。私は今日本語を勉強しています。そして私は中国人です。さらに今年の5月から日本へ交換留学することになっています。ただ尖閣問題が発生して以来、私は友達や親戚などにこの留学ことに反対されました。中国人なら行くな、今戦争が起こるかもしれないでしょう、行かない方がいいでしょう、まあ行ってもいいけど今じゃなくてでもいいんじゃないと言われました。さらに私を一番動揺させたのは、初めて会った人に言われた言葉です。あなたはもうアメリカに行って中国を裏切った、もう一回裏切るつもり。私はこう言われた私は自分が選んだ道について迷い始めました。初めは尖閣問題は影響しないと思って、でも思った以上に反対されました。自分を見失った2011年の夏休み、私はある女性に出会いました。去年の8月下旬、2週間ですが、私は中国へ帰り、アメリカへ戻るために上海にビザを取りに来ました。上海は中国で一番日本人が集まっている都会ですから、今回の反日デモに反日デモは特にあそこに住んでいる日本人に影響を与えたと私は新聞で見ました。アメリカ大使館に行った後、私はいつも通り、伊勢丹というデパートへ買い物に来ました。上海の伊勢丹の売り元は全部日本のものです。とても人気があります。あそこには私いつも通っている店があり、今回も行きました。あそこに働いている店員は今上海に住んでいる日本人の女性でした。その頃は多分反日運動の影響でお客が少なかったから、私は店員さんとちょっと話しました。彼女は2007年に留学するために上海に来ました。そして2011年の年末に中国と男性と結婚することになって決まっていたそうです。最初は私はちょっと構えてうまく話せなかったんですが、彼女はとても優しく私に話しかけてくれて笑顔でいてくれました。彼女は私よりたった3つだけ年上です。同世代の彼女は今どんなふうに日中問題を見ているんでしょうか。私は彼女に聞きました。尖閣問題が起きてから中国での生活は変わったのか、そして周りの人や友達にどんな態度をされたのか、やはりちょっと敏感な問題なので、彼女はちょっと下を向いて気まずい空気になってしまいました。私は鏡の横で静かに待っていました。
そして彼女が最初に言った言葉は何一つも変わっていません。私には予想外の答えでした。彼女はこう続きました。私は中国に来て5年中国語を5年勉強して、そして中国人と付き合って中国で仕事をしています。でも紛れもなく私は日本人です。彼女は私の目を見ながら続けました。そういう経験を通して分かったことが一つあります。それは国籍と関係なく、みんなは友達で一つということでした。新世代の私たちは一体何ができるんでしょうか。過去の歴史はとても変えられることではありません。でも私たちは未来を作ることができます。今の中国と日本は確かに摩擦がありますが、それを一つ一つ解消しに行くことが私たちの役目なんじゃないでしょうか。後悔を悔やむんじゃなく、未来歩きましょう。今の自分の生活を豊かにさせるために、もっと二つの国をつなぐために、もっと強く絆を作るために、一歩を踏み出す、お互いの国の文化を勉強しましょう。その新世代の一員として、私も今年日本へ留学します。自分が歩みたい道を進みたいと思います。